最初の開業年月日っていうの私もよくわかんないんですけども、古川町時代、いや、ちょうど今の十日町の通りが立教ありますけど、今はあの手前に映画館があった頃に、田中町で一番最初に溝井時計店という、うちの父のおじさんという方が最初に開業したと、そういうような時代から生まれなの で、昭和32年に北町に移転して、うちの父が、店主となりまして、でその後は十日町の道路拡張で、移転せざるを得なくて郵便局の真ん前に来たんですが、平成5年に移って、で、この間の震災の時に移ったところがどうしても建物が斜めになっちゃったということで、今のこの場所にそれで移転になりましたので、うちの父が北町からやっと始めたのが昭和32年ですから、それからも結構いい年数になってますのでね、長いことは長いんで古川の皆さんにお世話になってます。もちろん修理とかを昔からやってますんで、時計の修理等もやるんですが、今は技術やっぱり進んだというか革新しちゃったので、機械ってそんなに壊れない時代が来ましたから、時計メインというよりも今はどちらかというとこういう宝飾品がメインで、時計も逆に今屋号は溝井時計店ですけども、時計もやってますよみたいな感じにはなっちゃいましたね。それはもうやっぱり時代のあれですね、変遷だと思います。メガネの方も、そうですね、メガネも作りますし、昔から時計店っていうとメガネと時計と貴金属類を3、この3種類を扱ってはいましたから、そうやって古川町に昔は20何軒そういう意味で言うと時計屋さんってあったんですよ。何でもそうですけどね、技術革新するとその専門で働いてた方たちがどんどんいなくなっちゃって、逆に希少価値みたいな話にもなるんでしょうけども、そうですね、うちでは割とダイヤの大きいのが安く入ってます。例えば こういう 0.5 カラットダイヤル、あと先ほど言ったピンクゴールドのものっていうと、この辺がそうかな、これは3色ですけどね、こういうピンクゴールドのあしらったものとかは割と最近のデザインのものになりますね。これをスライドさせて中央に立てば、その時の気分とかにもよりますけどね、こうやって中央に集めていって、位置を変えられるわけです。そうですね。ですから中央に全部集めちゃう方法もあれば、少しばらけさせて使うっていう方法もありますし、こういうなんですか、アイデア商品的なものも最近は出てきてますね。この技術っていうのは、昔はネックレスの長さを自分で調節できなかったんですが、これの今少し長めのものを自分でこうやって調節できるようになってきてるんです。でこのパーツがあるので、それをうまくここにあしらってくると、この移動することができるんですね。それで一本のネックレスですけど何通りかで楽しめると、そういうような今デザインのものにはなってきてます。そうですね、これは淡水パールって湖でできる真珠ですので、海でできる真珠と湖でできる真珠でちょっと出来の具合が違ってくるんですね。形とかも丸い、まん丸には淡水パールってならないんですよ。ちょっといびつな形のものとか、昔米粒みたいなパールが10連ぐらいになって、太いネックレスにしてお使いになってた方もいらっしゃいますけどね。それが今技術的にはこういう大きい粒も作れるようになってきたので、綺麗なものになってきますしね。あとは日本の場合はアコヤパールって言って白い真珠ですよね。白い真珠、これが普通の日本で作られてる
アコヤパールの真珠になります。そして最近、まあ、昔はこれで冠婚葬祭を全部できたんですけども、最近お葬式とかに行かれるとつけてこられる方が黒真珠っていうのを皆さんされてくるので、だんだんとこういうのが出てくるんですけど、これは日本で作れるっていうか南洋玉って言われて、あ、黒蝶貝っていう貝から取れる暖かい海の方でしかできないような真珠なんですね。そういう部分では最近はこういう真珠をお葬式とかそういう法事とかでつけられる方いらっしゃいますけども、でそれがだんだんとファッションの世界に、この間ダナ・ケランのデザイナーさんが黒いスーツ着てこの黒真珠をしてましたから、そういうファッションとして普段使いもできるようにはなってきてますね。はい、営業時間は朝の8時半ぐらいから、はい、夜は7時15分ぐらいまで営業してまして、基本は第1、第3の日曜日が定休日になってます。それ以外は大体そのぐらいの時間でやってますので、そうですね、まあなんとか細々とフルカーで頑張ってますのでよろしくお願いしますというのと、まあ、皆さんでフルカーの街を盛り上げてほしいなと。やっぱりフルカーに住んでる、まあ、フルカー周辺で住んでらっしゃる皆さんがこの街を盛り上げていただかないと、だんだんとやっぱりね過疎化の街になってる部分もあるので、それはやっぱりここで生活してる私も寂しいなと思いますんでね、何かしらこう皆さんで盛り上げていきましょうという地元をご利用くださいませということで、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。